aim high, yeah. Don't cry, fly high, my dreams climb time, I keep going high, yeah. はい、こんばんは、翔ちゃんです。ということで、今日は今5月4日18時58分はい、ということで今日のご飯はこちら、リンガーハット長崎ちゃんぽん、糖質 30% オフ。これめちゃめちゃうまそうだなと思って、思わずね、買っちゃいましたね。そう、リンガーハットのこの店はね、結構よく行くんですけど、実際これはどうなんだろうみたいな、そう、気になって、果たしてこの店の味がこのカップラーメンも出てんのかなみたいなのも、ちょっと興味もね、すごくあったんで、買って、今夜はこれをね、食べたいと思います。はい、それでは、はい、で、まずはね、いつもの、はい、これに、ちょっと結構ね、これ、量が多いんで、多めにお湯を入れます。で、もう、至って簡単。で、ピーッと、押すと、はい。薬物はやめろ。はい。このね、この T シャツ、なんと明日、SM ネットショップにてね、午前11時から発売開始します。バカバカ。これな、多分ね、これ7年ぶりぐらいに復活したんだよね、このロゴが。これやばくない？で、背中が、薬物はやめろ。この横文字、英語の。よーく見るとこれバラになってんだよね。綺麗で。かわいいでしょ。俺の次に可愛いでしょ。よし。これで、火薬ね、これを当てて。火薬すごいな、なんかしっかりしてんな、しっかりこう、うん、野菜なんだろうこれ。で、スープは蓋の上に乗せて温めてお召し上がりください。だからこう茹でたってこの蓋の上にこう乗ってるってことだね、これね。よし。で、しょ。で、しっかり蓋して、で、これを温めると。同じ。で、何分だ。何分？どこに書いてんのこれ。蓋をして5分液体する？蓋をして5分。5分だ。結構長いね。5分。5分待とう。で、これ5分待ってる間に、まあ、やることは特にないんだけど、とりあえずしっかり食べる準備をするってことで、俺のこのグリーズを外すっていうね、上と下を。まずね、これ真ん中から。これ3つ、上はね、滑舌がすげえ悪いじゃん。3つに分かれてるんですよ、これ。うん。これ、真ん中。で、前歯折れちゃってるから、これ。で、今これ左側。で、次左。これ上取れた感じね。ね。このガタガタなね、羽。で、次下。よし。よし。はい。そして、今取ったグリルズがこんな感じだね。ね。よし。多分ね、もう5分。ちょっとフライングだけど、多分4分、3分、4分、5分経ったと思う。よし。それでは。開けて、ああ、いい感じ。ちょっと早かったかな。まあいいか。ちょっと硬いぐらいだ。それで、これ、温めたから熱いね。蓋で。めちゃめちゃ温まってる。で、これ見ると。なんでね。結構なんか濃厚な茶色の色をしてるね。はい。で、箸で混ぜると。美味しそう。色がいい色してる。香りもいいもんね。
ちょっとじゃあみんなにこれを見せよう。はい、こんな感じですね、今。色がすごく良くない？この、テカ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 、ツヤ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 光ってる感じ。超うまそうじゃん。はい、それではね、食べようと思います。いただきます。超いい。匂いがめちゃめちゃいい。ちゃんぽんだよ。ラーメンだと思って食った。そうだよ、ちゃんぽんだからね。そう、麺の感じとちょっとね、普通のカップラーメンとなんか違うな。うん、決してまずいわけじゃないんだけど、独特と店ともなんか違うな。味はうめえ。味はめちゃめちゃうまい。あ、でもなんかこう、一口目はそうでもなかったけど、二口目食べて、なんかこう、めちゃめちゃうまさが出てきた感じだよ、この麺のね。ということで、今日はリングハットのね、長崎ちゃんぽん食べたんですけど、なんかね、店とは、まあ、食べた感想なんですけど、店とはね、やっぱ麺のなんかこう、なんだろう、ちょっと俺フライングしたのかな。もう少しやっぱ3分とかで食べちゃダメだね。しっかりこうちゃんと5分待たないとダメだなっていう。多分俺が作り方ミスったんだと思う。単純にその待てなかったっていう、それだけ。あと味的にはね、店とあんま変わんないし、麺の歯ごたえなんかもめちゃめちゃ良かったから、まあ、食べた感想としては、3分、お湯入れてから3分じゃなくて、お湯入れてちゃんと5分待て。まあ、そういうことですね。まあ、味はうまかった。ということで、はい、次回のね、ショー、YouTube をみんな、お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。薬物はやめろ、やめろ、やめろ。薬物はやめろ、やめろ、やめろ。薬物はダメよ、ダメよ。